ベンヒサシロは、朝鮮の詩人、豪華ハジュ州。詩人であり、随筆の第一人者であり、主豪であったベンは、日程の圧力を、意志の力で耐え切った、民族詩人であった。おしゃれで、酒好きで、インテリであるベンの象徴的な生き方は、その文学に現れている。1898年陰歴5月9日、ハンスンに生まれる。 六人兄弟の末を。父の弁叶絵賞は23歳で家挙に、主席で旧大し、三は管理権夫印を務めた人物であり、死の才能にも恵まれていた。高麗王朝末期の詩人の王や、弁清の子孫でもある。弁久四郎の私文の際は、遠い祖先から受け継がれたものであったのだろう。長兄の弁久志番は、漢学者であり、法律家。 時系のベン・ハルヤスは、英文学者であり、後の国務総理。6歳から学業に入り、14歳の時、2歳年上の、李順孝と結婚する。少年時代はワンであったようで、体育の先生に不良学生扱いを受け、中央学校を退学、中央キリスト教青年会館の英語班に入った。そこで、普通は何年もかかる家庭を6ヶ月で、 終了するほどの才能を見せた。英語班を経て教理に戻り、英文学に没頭、16歳の時、雑誌、透明に英文誌、コスモスを発表を契機に、その実力が世間に知られるようになった。その才能が変われ、中央キリスト教青年会英語班、そして中央学校の英語教師を務めることになる。 1919年の3.1独立運動の時には独立宣言書の英文を引き受けた。1924年に発表された朝鮮の心は日程に対する鬱憤を内に秘めている。1920年文芸雑誌廃墟の導入になり、1922年から文芸雑誌開白に随筆や英史役を掲載し始める。 その功績が分断で認められ、理科女子専門学校の教授に就任する。1937年に、キリスト教青年会の秘密組織であった、工業クラブの会員たちが検挙される事件があり、その系列にあった、青友会の会員も検挙にあい、会員であった、弁久ヒも捕まり、西大門警察署の留置場に1ヶ月、放置されている。 日程の圧力が強まり、文学活動が自由にできず、その嘘を酒で晴らした。解放後、聖金館大学の英文学教授に就任したが、1955年の、不惑と不動心という作品が行使、講師、孟子を侮辱したものだという、いわゆる、先生侮辱事件により、同大学を辞任する。1961年3月14日、 小六新橋五十一の二の自宅で、高等岩により逝去した。墓地は、軽気道、富川一五テ区ク古工里にある。蔡、井之内新と。ありがとうございます。